皆さん、こんにちは。漫画家の新本慎です。アシスタントの斉藤です。もう一回。もう一回。いいよ、もう。もういいよ。はい、ということで、今日はですね、以前みんなに募集した、イラストコーナーでなっております。はい、本当にいっぱいもらいました。いや、ここにはね、すでに実はですね、こんな厚みが。すごいよ。これね、残念ながら、しかもここにあるのはね、今回不採用になってしまった方たちの、もう、不採用のそんなにあるものでして、さあ、惜しい人たちのはさらにここにもね、今いっぱい飾ってあります。すごいありがとう。しばらく、ちょっと今回残念ながら不採用になってしまった方の惜しかった人はね、しばらくここに飾らせていただきたいなと、思っております。すごい素敵なイラストばっかだった。そうなんです。今回の第1弾の応募数は、196枚。そんなあったの？195枚ありまして、正直多分最初の1週目ぐらいで多分送ってくれた人が多分それぐらい動画を公開して、でもすでに第2弾も手元に届いているので、さらに来てるから195枚なのかな。もしかしたら今回にはまだ届いてないっていう人もいるかもしれないんですけども、まあ、そんな感じで、あの、皆さんからもらった素敵なイラストを今から発表していきたいと思います。はい、今回その、総勢、まあ、約200枚の方はですね、発表するのは、まず40枚。なかなか素晴らしい40枚。抽選を抜けた40枚。40枚。そしてさらにですね、特別賞で、SS 賞っていうのを受賞した、それぞれが1枚選んだ3枚が紹介されますので、はいはい、ぜひ最後まで皆さん見てください。はい、お願いします。それでは早速やっていきますよ。レッツチェケラー。はい、では最初の10名発表していきたいと思います。はい。しばゆいさん11歳、お菓子さん10歳、石川初夏さん10歳、のんさん12歳、太田つむぎさん6歳、もちもちみかんさん10歳、秋元りえさん23歳、さくらさん12歳、こはくさん12歳、かいりさん16歳、はじめの10名は以上の方になります。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、すごい、もうすでに最初の時点でね、バラエティ豊かなね、イラストがいっぱいあるんだけど、まあ、全体を通してね、今回どういうイラストを採用してるかっていうと、まずは、その人が、あの、やっぱどれだけ熱意を持って描いてるかなっていうのがなんとなく伝わるかどうか、みたいなところ。で、まあ、それはでも多分全部のイラスト本当はあったんだけど、他にもっと技術的なところを言うと、あの、極力余白を残さない描き方をしていること。あの、白い部分が少ないとか、なるほど。なんか全体的にこう画面を埋めてるっていうこととか、あと丁寧さ。はみ出してないとか、色をすごく丁寧に塗っているとか、なんか修正とかを綺麗にしているとかね、そういう丁寧さとかも見たりしています。確かに丁寧だもんね、みんなね。まあ特に今回のね、10枚の中で、まあなんか自分が、私がね、気になったイラストっていうと、まあ、個人的にはこのイラスト好きで、青からのグラデーションがまず、この濃い青、薄い水色でちゃんとグラデーションかけてて、プラス、このピンクのリボンがすごくこう効いてるんだよね、イラストに。なるほど。だからこのピンクだけがこのブルー系違う色だからこうすごい引き締まってていいなと思いました。これ全体的にやっぱ色を塗ってくれている作品を特にこうやっぱ全面塗ってくれてたりとかするのをね、よく選ぶんだけども、この方だけはね鉛筆なんだよ全部。本当だ。ただこれ全部鉛筆書きで採用したのはやっぱりこの鉛筆書きの濃淡みたいなものがなんかすごくて、なんかすごいこうさ濃い鉛筆の部分と薄い鉛筆の部分とかでなんかすんごい綺麗にグラデーション出してくれてたんだよね。本当だ、ちゃんとここら辺とかしっかり影描いてるね。そうなのよ。だんでこれはちょっと私的にやっぱすごい丁寧に描いてくれてるなっていうので選んでました。採用したんだ。そうです。なるほどね。はい、では次の10名です。はい、はい、ヘルトさん、サナブーさん8歳、ひなたんさん11歳、パッチャンさん10歳、石製インコさん12歳、カイさん12歳、ティンクルハナさん18歳、チャタロウさん12歳、ケイウさん、フミさん中1。はい、以上10名でーす。ありがとうございます。ありがとうございます。素晴らしい。なんかもうすでにみんなうまいよね。うまい。うん、いや、もうすごいね。みんな気迫が伝わってくる。そうだよね。うん、じゃあ今回ですね、実は私この最後の特別賞に選ぶかすごく悩んだ作品が一個この中にあって、この方のイラストなんですけども、ちょっと画面だと薄くなっちゃってるんだけども、なんかね、すごくね、この薄さを味にうまくしてくれてて、あえてこの薄い線でペンも入れてたりとか、目もね、眼球のラインをあえてね、描かないことで、すごくね、目が透明感のビー玉のような透明感を出してくれてるんだよね。書いてないね、目の周り。かわいい。なんか全体的にパステルで、トイプードルのイメージで、かわいくて、個人的にはこれすごく好きな一作でした。かわいいね。確かに。あと個人的にはこれもすごく好きで、この髪の毛がベースに、
黄色を塗ってから多分ピンクを乗っけてるんだよね。だからなんかこの光の部分のね、光り方がすごく綺麗で、ほんと蛍光ピンクみたいのがよく出てて、なんか魔法少女みたいなのも、なんかこうすごい伝わってくる。めっちゃ可愛い。なんか表したい世界観がすごく伝わってくる。ああ、わかるわかる。夢川っていうか、だから、そういう感じですごくこの作品も好き。とにかくラブリーだよね、そう。目もハートになってるもんね。なんか原宿系っていうか、なんかそういう感じのね。色も綺麗だね。はい、じゃあ次の10名です。はい。バッククロージャーさん、水草さん11歳、ルートアートさん、猫山猫助さん9歳、花月蛍さん16歳、いつきさん17歳、あゆさん9歳、カポチムさん9歳、聖ヘベレケ女学院さん35歳、東さくらさん小3。以上10名でーす。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ今回ここなんか結構ねバリエーションに飛んだとこ感じなんだけど、すごいよね。まあ、まずちょっとペンネームを読む時点で一回笑い一緒になっちゃったこのセイレベレケさん。いやこれね、私開けた瞬間ね、うまいし私たちがすごく可愛く綺麗に、似顔絵だってのはすごかった。あと何よりもうちのチャンネルで紹介したこのホログラムシート貼ってくれてたのすごい。ここにこっちゃんまで隠れて可愛かった、ね、シンプルにうまいなって。じゃあペンネームがあと強烈や、別にみんなペンネームはこだわらなくてこだわらなくていいんですよ。ペンネームは別に何でもいいんですけども、でも私がちょっと爆笑したあとね今回我々に刺さったってことだね。そうそう、あのねこの中で特に自分が好きだなと思うのはこちらのイラストなんですけども、うまいよねこれ。すごいすごいよね。あのもうやっぱペン一本ですごくこの濃淡を表してるっていうのと、このなんかこうみずみずしい、あのドラゴンのなんだろう、この肉感とかがね、ちゃんと濃いとこから薄いとこへみたいな感じになってて、本当だ。実はね、あのね妹の子も一緒に封筒に入れて送ってくれてて、入ってた。妹さんもめちゃくちゃ上手で、正直どうしようかなって思った。今回載せるか悩んだんですけど、まあお姉ちゃんがやっぱどうしてももう書き込みすごかったんで、まあ今回ちょっとお姉ちゃんだけの採用になったんです。ちょっと書き込み量がすごかった方をまず載せる。そうなんだ。でも妹さんめちゃくちゃうまかったね。妹さんはめちゃくちゃうまかったのよ。だからマジこれからも二人姉妹で書いてほしいなと思います。羨ましいね、姉妹で書くとか、うん、あと俺はやっぱねこれよね。もうなんかすごいルートアートさんっていう方なんだけど、うん、この人は本当は風景画を描いてる、いつも人らしくて、あんまりこういう絵じゃないのか。人物は描かないらしいんだけど、今回この動画を見てくれて人物画を描きました、描いて応募しましたって言ってくれて、いやもうすごいアートでしょ。アートアート。すごいよね。いやもうこれはすごいよ。センスいい。完全にもう額縁に入れてうちのリビングに飾るやつよ、ほんとに。いやもうほんと売ってるやつだよね。すごいよ。ほんとにすごい。なんか S 君がこれ開けた瞬間、S 君が開けたんだけど、うん、俺これ好きって言うから、どれって言ったらすごいやつだった。いや見た瞬間、好きって言っちゃったもんって。あとね、なんか今回結構これ女の子一人のイラストが多いから、うん、あの、言おうかなと思うんだけど、なんかいっぱいあったんだよね、女の子一人がこう真ん中に描いてるイラストって。その中でこう選ぶ選ばないの自分が基準にしたのは、まずね、ポージングがただ突っ立ってるだけじゃなくて、ちょっとポーズがついてるかどうかっていうところ。特にこの二人なんかちょっとテーマに出てこう、猫耳なんだけど、ちゃんとやっぱ猫のポーズを二人ともさ、滑り込んだよね。そう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 。一枚でこう完成してるやつだね。そうね、まあ、採用の基準がそうだ。そうそう、今後なんか描くときの参考にしていただければと思います。はい、ではラスト10人です。はい。てりたまサンドさん11歳、そらゆきさん9歳、ゆっくさん10歳、さっちっちさん11歳、あーちゃんさん10歳。この方は本名なんですけど、下の名前の読み方がわかんないので、名字だけいきます。はい。大谷さん12歳、もかさん14歳、しおすずさん12歳、ココさん17歳、はるみちさん。以上10名の方です。ありがとうございます。ありがとうございます。結構この2人とか悪魔系が多かったね。あ、本当だ。他にもあったんだよね、悪魔系。まずこの中で私がね、やっぱ好きだなと思うのはこのイラストですね。すごいね、あの、一番構図で今回凝ってたと思う。確かに。あの、これやっぱ牛、逆さに向いた人間を描くっていうのは、やっぱ今回一番すごいなと思いました。思いつかないよ。たまにサバ缶みたいなのがすごくいいなと思って好きですね、そこ。いや、うまいよね。いや、めちゃくちゃ上手。あとですね、あの、今回個人的にはね、なんか、この子のイラストすごく好きで。あの、なんでかってこれ生で見ないと分かんないと思うんだけど、めちゃくちゃこの子丁寧に塗ってるの。本当によく見ると、こういうね、あの、サインペンとかからのコピックとかってやっぱ滲みやすくて、結構はみ出しちゃうこととか多いんだけど、すごくね、線からはみ出さないで丁寧に塗ってて、なんかすごい丁寧に塗ってるっていうのは私すごい好感触でした。本当だね、確かにここ細いあたりとかさ、折れて良さそう。多分、すごく繊細に塗ってくれたんだと思う。
では次、いよいよ最後の3名、SS 賞を受賞した方には、ほんと、ささいな感じなんですけども、我々が粗品として、今この画面に映ってる SS ステッカーをね、送らせていただきたいと思います。何それ、私欲しい。すごい。頑張って応募してください。欲しければ応募してください。やばい、やばい。俺文字書いちゃうからな。イラストに。ちょっとね、実物がまだ印刷間に合わなくてここにないんだけども、はいはいはい、画面にあるようなものが送りますので、ぜひ今後ね、送られる方はこれを狙うっていうのを、ね、一つ目標にしてみてください。ぜひ送ってみてね。はい、では順番に発表していきましょう。はい。じゃあ斉藤さんからどうぞ。ペンネーム MT さんの作品です。こちら。おお、緑が綺麗な作品だね。すごいな。やっぱね、一目たくさん見てるときに、あのね、色がすごい綺麗だったの。なんか目の中ってすごくない？しかもよく見ると目もキラキラしてるし、この肌の質感とかも綺麗だし、分かる、やっぱね、指の感じも上手かったの。ちゃんとこっちに出てくる指ね、立体感もあって、で、まあ、天使ももちろん可愛いし、この構図も可愛いけど、やっぱ色の綺麗さ、目の綺麗さとかで、わかる。目を引いちゃった。わかる。すごく目を引いたよね。わかる。私もこれすごくいいなと思ってて、あと個人的に好きなのは、この天使の輪っかの影をちゃんと髪に落としてるところ。あ、本当だ。なんかね、これすごくいいな。やっぱこういう些細なところって忘れがちだけど、すごい大事なことだなと思って。あとやっぱこのね、光が当たってる透明感が、わかる。綺麗だったんだ。わかる。ここが真っ白で、ちゃんとこっちが濃くてみたいなね。わかる。これは本当にカラーと、なんかね、絵の勝利で私は好きって思った。うん、素晴らしい。MT さんおめでとうございます。すごい。では次、S くんの SS 賞発表お願いします。はい。僕の SS 賞は、SSB 大好きさん15歳の作品です。こちら。わー、あ、書き込みが。そう。すごい。この子さ、すごい書き込んでたんよ。すごい。よく見ると、このスカートとかさ、この辺のさ、すごいね、文字がさ、全部さ、手書きで書いてるよ。すごい。後ろにあるこの絵画みたいなやつの模様とかもすごいね。書き込み量がえぐと思って。スカートのパッチワークとかやばいね、これ。すごいじゃん、これ、うん。めちゃくちゃ時間かけて書いてくれる。すごい時間かけたなっていうのが伝わったから、ちょっと選んだ。確かに。今度イラストの愛を感じる作品だね。すごいなと思って。いや、いいよね。やっぱもう完成されて黒一色だけど、それが逆に良くなってる味になってね。すごくいいね。確かに。いや、やっぱそれぞれ賞を取る意味分かるな今。あとやっぱ個人的には上級テクニックだなと思うのは、この多分 I love you っていうハートのね、布を持ってるけど、ちゃんと剥がれてるんだよね。こう折れてる布が。なるほど。こういうところで質感で出てくると思うから、やっぱこれ多分私でもあんま深く考えないときは、ほんとハードにしちゃうと思うんだよ。うんうん。それをあえて、ちゃんと折らして裏面を見せるっていうのはやっぱ上空テクニックかなと思います。すごいね、素晴らしい、うん、ありがとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、ということでここで本当は新元の SS 賞の発表なんですけども、今回はですね、諸事情で該当者なしということになってしまいました。楽しみにしてた方すいません。該当するはずだった方がいたんですけども、残念ながらちょっとその方のイラストがルール違反だったということが分かってしまったので、今回は該当者なしということにさせていただきたいと思います。改めてですね、皆さんイラストを送る際はぜひイラスト募集動画をよく見ていただいて、さらに概要欄に書いてあることもね、よく読んでいただいて、ルールを守った上でイラストを応募してください。改めてですね、今からここでも簡単になんですけども、こういうことやめてねっていうお話をしたいと思います。まずはですね、もうやる人ほとんどいないと信じてますけども、人のイラストをトレースや模写をして、それを自分が描きました、自分の作品ですって発表することは絶対やっちゃいけないのでやめてください。次にですね、今回はオリジナルキャラクターっていうルールでうちのこのイラストコーナー募集してるんですけども、どうしてもオリジナルキャラクター描けない人たちはうちのチャンネルキャラクターのシンディちゃんと S 君とか特別に今回は OK っていうことにはしてるんですけど、基本的には全部自分の考えたオリジナルキャラクターでお願いしますということを言ってるんですけど、そのオリジナルキャラクターっていうのはですね、例えば着せ替えアプリとか着せ替えゲームのアバターあるじゃないですか。あれを書くっていうのは、もしかしたらこう自分のアバターだし、名前も自分で付けてるし、みたいな感じで自分のオリジナルキャラクターってイメージがあるかもしれないんですけども、着せ替えアプリのね、お洋服とかは、基本的にはそのアプリを作った人やデザイナーさんが考えた、著作物になるので、それをそのまま書いちゃうっていうのはね、デザインを転用したみたいなことになっちゃうので、ぜひやめてください。そこはね、あくまでもそれは着せ替えアプリのアバターのキャラであって、オリジナルキャラクターであって、
ジナルキャラっていうことにはなりませんのでご注意ください。ということで残念ながら今回は2名の方に SS 賞を受賞しましたので2名の方おめでとうございます。ステッカー届くのね、よかったら楽しみに待っていただけたらと思います。でよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンもよろしくお願いします。ではまた他の動画でお会いしましょう。漫画家の新本慎でした。みんなお絵かき楽しんでね。バイバイ。